じゃーん。じゃあ今日はね、俺が完成したよっていう動画なんですけど、こんな感じでいいっすね。これね、言ってた通り、カワイレーシングの、まあ、弾幕、幕じゃなくなったんですけど、これね、これちょっと照明はちょっと仮なんで、これちゃんとちょっとスポットが欲しいなって思ってるんですけど、じゃあまずね、こういう感じで、じゃーん、あーかっこいい、こういうのができたよっていう、まあ、報告の動画なんですけど、素材はね、これ、いわゆるダンプラってやつに、この、湯豆腐さんからもらって、使い道を探ってたですけど、これちょっと、みんなとゴルフのナンバープレートのやつにも使ってるんですけど、このカーボン調シートを貼って、取り付けはこうマグネットね、マグネットでもう簡単に撤収、かけ払いがすぐできるようにしてあるんで、で、これちょっとね、サイズ感、ほんまもうちょっとこう大きいサイズを、大きいサイズにしようと思って、ダンプラーにしてたんですけど、なんと、ことのほか、このシートがこれで全部なくなるっていう、で、このサイズになりましたと。まあ、でもね、これはこれでちょうど良かったかなって思うんで、完成したんでね、こういう感じで。あー、かっこいいじゃないですか、これ。あ、ほんで、このクッキングヒーターも、まだちょっと置き場所決めてないんで。でね、これね、おすすめで言うと、まあ、ダンプラじゃない方がいいかなっていうのは思います。ダンプラね、ちょっとこうへこむと、もうへこむんで、これ手ついた時にね、へこんだんで、ダンプラはおすすめじゃないっていう。で、八方も考えたんですけど、まさかのバキって割れるっていうのもちょっとありえるなと思って、だからこうへこまない素材でやった方がいいですね、これはね。でもまあ第一弾なんで、とりあえず、はい、ということで、じゃあどうしましょうかね。今日はもうこれできたよっていうだけの動画なんで、プリウスでも入れてみましょうか、どうせやからね。こうちょっと片付けて、せっかくなんでね、こうこれができたんで、ほんま Z がいいんですけど、まあ、Z も入れる可能性あるんで、もうじきね、まあ、一旦プリウス入れてみるっていう、これはね、こう座れない意味ないんで、こう座れるぐらいにセットバックして、で、もうこれは使えないんでね、車入れるときこれは使えないんで、これはね、どっかこの辺に使えないよっていう。あ、でもね、ここまで来るんで結構ギリいけるか。あっちの方がいいかな、あっちの置いときましょうか。こう、これは多分大丈夫やと思うんで、でもね、車入れる時だけはちょっと多めにセットバックしとくんで、で、セットバックしたら機材系はね、もうここに置くしかないんで、で、しゃあないんで、一旦ね、プリウス入れてからまた配置考えるんで、配置して、一旦これはもう全部ここに。やって、で、これも困りましたね。こうかな。もうこれは鉄板の椅子の下なんで、後で入れますわ。一旦ね、あれ以来、最初の動画で入れて以来入れてないんで、プリウスを。まあ、なぜだかプリウスアルファは入れたんですけどね、まあ、一旦これで、じゃあとりあえず車を「ミラクル危険を承知で」、危険かな、ちょっと一眼はちょっと危険なんで、ちょっと一眼は一旦これここでね、ちょっと一旦避難して、こんな感じで、どこまでどうなるか分かんないんで、ちょっと予想ではここまで来るんで、結構ギリギリっすね結構ギリギリ、はい、じゃあ入れていくんでね。
行きますよ。シャッターギリ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 、はい、前ギリギリで、で結構まあ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 寄せたんで通路は広い。でもまさかのぎゅうぎゅうだったっていう。こここの柱までは思っとったけど、実は柱よりちょっとだいぶ出てることが判明したんで、ちょっと整理しましょうか。まあただね、幸いにも、うん、まあ入れるとかっこいいっていう。机はなしですね、こうなったらね。机がなしやっていうことが判明したんで、まあ、それだけでも収穫は大きいんでね。なるほど、ライブできないですね。これライブぐらいできるかなと思ったけど、まあでもライブできるようにちょっと片付けるんで、でちょっとまずちょっといらんもん全部こっちにやるんで、機材も。照明をここに置けるくらいでね、下が暗くなるんで、こういう感じで置いて、でこれはね、これはがぜん椅子の下なんで、スペースは有効活用で。ほら入ったこうでしょ。なぜだか開くと。これ机ですね、問題ね。机さえ小ぶりやったら全然ねいいんで。さてこうですよね。ああいいじゃないですか。まあ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 いいですね。もうテーブルさえちっちゃければ、なんやったらもうテーブル格納しちゃえば。そうしますか、テーブル。そうっすよね。あ、わかった。そんな時はここを有効活用するっていうのも手なんでね。ほらギリギリで、ホットプレートとかテーブルとか、ガリ傷入ったらダメだからね。逆にしときますか。こうしちゃえばね、こうしちゃえばですよ。でイラン機材類ももうとかこう直してしまえば、ほら広くなった。テーブルがないんですけど、こんな感じで。ああいいじゃないですか。あ、ほんで今日は何がしたかったかっていうと、こうプリウスを入れて、まあこれみんなところのメインチャンネルはプリウスチャンネルなんで、こうプリウス越しのこの絵面がかっこいいかどうかっていうのを見たかったんですよ。かっこいいですね、プリウス越しのこの感じ。かっこいいですか。かっこいいですね。まあまあかっこいい。後期テールからのかわいいレーシングからの極みと、何トロの工具セットと、雑に積まれた空いた椅子っていうっていう感じですかね。お、これあ、これテーブルさえなければもう全然足元広いんで、うん、工具箱が凄まじく前に来てるんですけどね、まあ、こういう感じで、まあ、ライブとかもできるんで、まあ、これがこう黒いプリウス越しのこの看板がいい感じかどうかっていうのを見たかったっていう動画なんで、ありがとうございました。